ハレルヤ新ししい朝を迎えました神様が私に与えてくださった新しい一日です今日一日もイエス・キリストの十字架を見上げながら主と共に歩んでいく祝福が与えられることを心から願っていますそして今日私に与えられたこの御言葉を共に黙想しながら 主が与えてくださる祝福を味わいながら過ごしていくそんな幸いに満ちた一日を歩まれる皆さんお一人お一人であることを心から願っています今日は2021年10月5日火曜日です今日私たちに与えられた御言葉は呼記3章1節から10節の御言葉です 呼ぶ記三章一節から十節そのようなことがあったのち呼ブは口を開いて自分の生まれた日を呪った呼ブは言った私が生まれた日は滅びうせよ男の子がタイに宿ったと告げられたその夜もその日は闇になれ 神も上からその日を顧みるな光もその上を照らすな闇と暗黒がその日を取り戻し雲がその上にとどまれ昼を薄暗くする者も,もその日を脅かせその世は暗闇が奪い取るようにその日は年の日々のうちで喜ばないように 月の日数のうちにも入れないように、見よ、その世は不妊となるように、その世には喜びの声も起こらないように、日を呪う者たちが、レビアタンを巧みに呼び起こす者たちが、その日に呪いをかけるように、その夜明けの星は暗くなれ、光を待ってもそれはなく、 暁の瞬きを見ることがないようにその日が私をはらんだ鯛の戸を閉ざさず私の目からロープを隠してくれなかったからだ昨日の箇所で私が触れることができませんでしたが予部の3人の友人たちが予部を襲ったさまざまな災害の出来事を聞いて彼を慰めようと訪ねてくる場面が出てきます。 ですけれども彼らはヨブの痛みが非常に大きいのを見て何一つ慰めの言葉をかけることができないでいました皆さんだったらいかがでしょうか度重なる悲劇の連続あまりにも苦しみが大きすぎてしかもヨブ自身の体と体が彼自身だと見分けることが困難なほどに苦しんでいるそんな姿を見て 皆さんだったらなぜこのような苦しみがこのような災いが一度に彼を襲ったのかその原因はどこにあるのか彼らはお互いに黙ってはいてもそのような問いが絶えず心から離れなかったんではないかとそう思うんです。まず一節の御言葉をお読みいたします。そのようなことがあった後 ヨぶは口を開いて自分の生まれた日を呪ったここでついにヨぶは口を開くのです彼の口から出てきた言葉は神を呪う,呪う言葉ではなくして自らの生まれた日を呪うそのような言葉だったんです2章までのところでは決して口を開いて罪に陥ることのなかったあのヨぶが言葉において罪を犯すことをしなかったあのヨぶがここで自らの生まれた日を 呪いい始めていくわけです私はここを読みながらそれははく自然ななこととででいかと思ったんです呼ぶのような素晴らしい立派な信仰を持った人であったとしてもこれほどの苦難の,苦難の中に陥った時に理解することのできない苦しみを味わった時に自分なんか生まれてくるべきではなかったんではないかとそのような答えに行き着くのも無理はないんではないかと。 そう思う思んですすね節節から4節をお読みいたします私が生まれた日は滅びうせよ男の子がタイに宿ったと告げられたその夜もその日は闇になれ神も上からその日を顧みるな光もその上を照らすなこうして呼ぶは自分の生まれた日を呪っていくわけです。 自分にとって皆さん一番幸せな日がいつであるかと尋ねられたならば多くの人が結婚した日もしくは自分の誕生日だと答えるんではないでしょうかそれは自分の誕生日が周りの人たちからたくさんの祝福を受ける幸せを感じる最高の日であるからでしょうだからこそ私はお互いの誕生日を祝うんではないでしょうかところが この時、呼ぶにとっては、ここで自らの誕生自体を呪うほどに苦しみにもだえているわけです。彼にとっては、幸せを感じるはずの誕生日さえも、苦しみのゆえに不幸を感じるほどのそのような状況であったということでしょう。ですから、幸せか不幸せか、その基準はどこにあるんでしょうかそれは、 私たちの目に見える状況や環境によって左右されるものではなくして決して変わることのない神様だけに私たちの幸せの根拠幸せの基準を置いていく必要があるんだと聖書はここで私たちに教えているわけです。私が信じている神様はどのようなお方でしょうか主は真実で善能なるお方でどんな時でも良いお方であるはずです。 決して失敗なななど何一つなさらないお方ですここでヨブ自身が覚え,な覚えなければならないことがあります。それはヨブが苦しみのただ中にある時その瞬間でさえも神様は良いお方であるということです。またヨブと共におられていやまたヨブと共におられてヨブに対する驚くべき ご計画を神様は持っておられて、今通されている通らされている。その苦しみさえも神様の御手の中で許されている出来事であるのだということです。もちろん、彼がそのことを知っていたからといって苦しみが軽減されるわけ。でも、また消えてなくなるわけでもないことでしょう。です。けれども、苦難の中。でも神様の主権と摂理を。 認めていくことができたできたならば、苦難の戦いにあっても神様が神様を見上げることができたはずなんです。愛する皆さん、皆さんは苦しみの中で苦難の中で神様の主権、神様の節理を見出していらっしゃるでしょうか。今日一日がそんな神様の主権、神様の節理を見出すことによって、神様からの驚くべき慰めと励ましが。 与えらられてていいく皆さんであることを心から願っています今日の箇所で呼ぶが自分の生まれた日を呪う姿を目想しながら私は彼が自らが生まれてこなければよかったと言っているのではなくしてそうではなくして神様に自らの苦悩をあるがまま正直に素直に告白している姿のように見えてきました。 彼は自らの生まれた日を呪いはしましたがだからといって神様を呪うということは決してしていないんですつまり彼は神様に自らの理性では到底理解することのできないその苦しみ苦悩の中でその痛み悲しみをすべて赤裸々に神様に告白しているわけです愛する皆さん皆さんは神様との関係がどれほど親密な 関係の中にあるでしょうかそのような関係の中に生きていらっしゃるでしょうか時に私たちに自らの感情私たちは自らの感情や苦しみを神様の前にも隠してしまうということそのようなことがあるかもしれませんですけれども神様は私たちの自らの言葉で神様に正直に訴えることそれは間違っていると指摘されるようなお方では ないんです私たちが生きている中で起こってくるさまざまな苦しみ痛み悲しみ葛藤恨みそのすべてを神様は受け入れてくださる聞いていてくださるそのようなおかてであると信じます神神様は神様ははの前ででで正直であっていいんですだからこそあのダビでも自分の置かれている置かれたそのような状況の中にあって痛み 苦しみの全てを苦悩を全てあるがままに正直に神様の前に告白しているではないですかそのようにして生み出された数多くの紙幣があるではないですか愛する皆さん神様の前に進み出る時に格好をつける必要なんてないんですありのままの正直な姿で正直な感情で主のみ前に進み出る皆さんお一人お一人であることを信じます ヨブは自らの誕生を呪ってはいますけれどもそれでも彼は信仰の人でありましたその理由は理解することができないほどの苦悩の中にありながらも彼は決して主から離れなかったんです主の中にとどまり続けていたんですだからこそ主の中で辛く苦しいと叫び求めていますが主の中に彼は ととどまり続けけることを決断していったわけです皆さん私たちの信仰生活の中において時に理解し難い苦難困難に陥ることがあることでしょうもどかしくてどうしてよいか分からないそのような先が見えずに不安と恐れにどうしようもなくなる時があることでしょう時にには神様に対しても 不平、不満、つぶやき、また不信感を抱くような、そのような時も経験することでしょう。ですけれども、愛する皆さん、皆さんが信仰の人であるならば、神様から離れて解決を求めないでください。神様以外のものから答えを得ようとしないでください。そうではなくして、主にあって叫び求め、主の中にあって 解決していく解決を与えられていく私たちお互いであることを願います主の中で求めていくときに初めて本当の癒し本当の回復が与えられていくことを信じます愛する皆さんヨブは自らの誕生を呪いはしましたですけれども神様を呪うことが決してしなかったことこの事実をこの朝覚えてください理解しがたい 苦しみの中にあったとしてもただ主だけを求めていく信仰の人として歩んでいかれる皆さんお一人お一人やあることを主のミナによって祝福いたします。 私は今日の歌唱を目想しながらイエス・キリストの十字架をもう一度目想してみましたヨブは確かに神様から称賛されたような素晴らしい立派な信仰の持ち主でした誠実であり正直であり決して神を呪うことなどはしない神を恐れることを知っている人でしたにもかかわらず彼が置かれた私の頭では到底理解することができないそのような苦しみ苦難のただ中でで 彼は神様を呪うことはしませんでしたが自らの生まれた日を呪っていったわけです実際に彼の苦しみを私たちはどれほど理解することができるでしょうか信仰の人であるヨブをヨブがなぜ自らの生まれた日を呪ったのか実はそれほどまでに彼が苦悩したということですこの御言葉は私たちに教えていることでしょう ですけれどもイエス・キリストの姿を私がもう一度黙想していくときに十字架にかけられた理由は何一つなかったことでしょうですけれどもイエス・キリストは十字架の道を黙々と歩んでいかれたわけですあの月世マネの園で汗が血の雫のように地に落ちるそれほど祈られた それはまさにイエス・キリストのイエス様の苦悩を表している言葉であります。そこまでしてイエス様が苦悩されたのはなぜでしょうかそれは私たちの罪をあがなうためでありました私の罪を全て許すための必要な苦悩であったわけです。そのような苦しみをイエス様ご自身も味わってくださったわけです。皆さんのの中で自らの生まれた日を 呪いたくなるほどに苦しみのただ中にいらっしゃる方がおられるでしょうか。痛み、悲しみの中で嘆き、苦しんでいる方がいらっしゃるでしょうか。愛する皆さん、この朝もう一度十字架にかけられた主イエス・キリストを見上げてください。主の十字架の恵みをしたい求めながら、主の御前に進み出てください。 私たちの全ての罪をあの十字架の知恵によって全て洗い清め許し救い出してくださったイエス・キリストご自身が皆さんお一人お一人の人生をこれからも力強く導いてくださる全能の主、主インマヌエルの主であることを信じます。今日一,も今日,一日もそんな主の恵みが。 主を見上げていく、主と共に歩んでいかれる皆さんお一人お一人の上に主が与えてくださる信仰によって勝利が与えられていることを主の皆によって祝福いたします。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、呼ぶは確かに偽人ではありましたが、神様を恐れる人ではありましたが、 理解することのできない激しい苦悩の中で自分の生まれた日を呪うそのような弱さを持った一人の人間であることを今日知りました苦しみの中で主の前にあるがままの思いを正直に告白する祈りを私たちに今日与えてくださいまたイエス・キリストがそうであったように私の願いのままにではなくあなたの御心のままになしてくださいとの信仰告白を持って 歩んでいくものとならせてください。この祈りを私を罪からあがない出してくださり、すべてのことを益としてくださる尊い主イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。